フランちゃん、おはよう。おはようレミリアちゃん。今日6時間授業とか本当辛いよね。もうマジ最悪。しかも今日嫌いな算数あるし。でもレミリアちゃんの好きな体育があるよ。あ、そうだった。しかも今日大好きなバドミントンの授業だ。やばい、今日なんか楽しみになってきた。あ、そうだ、今日バドミントンでダブルス組んでよ。フランちゃんと、やったー。フランちゃん。どうしたの、国永くん。今日一緒に帰らない？あ、ごめん、今日レイムちゃんたちと一緒に帰るの。あ、そうなんだね。あとフランちゃん。何？もうすぐ、バレンタインデーだね。フランちゃん一緒に帰ろう。帰ろう。それ本当？ほんと、まじまじ。フランちゃんといると本当に一日が楽しいよ。あ、そうだ、これからマリサちゃん呼んで公園で遊んでかない？ごめん、ちょっと今日帰らなきゃいけないんだ。あ、フランちゃんちのお母さん厳しいんだっけ？そうなの、ごめんね。おかえり、お母さん。おせえなバカタレ。こんな時間まで何やってたんじゃボケ。いや、今日6時間授業だったから。言い訳かよかす。授業が長かったらその分吐いてでも早く帰ってこんかボケ。はい、ムカついたわ。今から私うまるこするからケツ吹け。はい、何泣いてんだよ。私のうまるこが怖いっていうの。うまるこみたいな面してるくせに何様だよ。胸くそ悪いな。次胸くそなことしたら私のうまること一緒にてめえもトイレに流してやるからな。はひー。私のお母さんは、暴力をしてくる毒親です。私が4歳の頃、お父さんが癌で死んで、それからあんなに優しかったお母さんが急に変わってしまったんです。だけど、そんなお母さんも常に暴力的なわけじゃないんです。優しい時もあります。お母さん。ご飯できたよ。そうかい、いつもご飯作ってくれてありがとうね。さっきは機嫌悪くてひどいこと言っちゃったね。ごめんね。ご飯今食べる。ちょっと洗濯物片付けたいから、後でね。私のお母さんは機嫌がいいと昔のお母さんに戻ってくれます。だけどここ最近は仕事が忙しくてなかなか機嫌を良くしてくれません。お母さんのご機嫌取りをしていくうちに、お母さんのあらゆる好みを知り尽くすようになりました。料理は豆腐ハンバーグが好きで、テレビはプレバトをつければ喜びます。トイレの芳香剤はラベンダーの香りにすると比較的機嫌を損ねにくいし、お母さんが怒りそうになった時にたまに使う手で、お父さんの思い出話をするっていうのもあります。お父さんの話をすると、気分を沈めてくれる時もあります。お母さんさ。何？明日ちょっと放課後友達とお勉強しに行っていいかな？いいわよ。勉強ならいくらでもしなさい。やったー。いつもならそんなこと言ったら殴られるのに、今日はお母さんは特別機嫌がいいみたいです。フランちゃんと遊ぶの楽しすぎてこんな時間になっちゃった。そういえばフランちゃんと遊んだのってもうだいぶ前以来だよね。そう言われてみればそうだね。小学2年生の頃、一度だけお母さんに内緒で放課後にレイムちゃんと遊んだことがあります。いや、人生で友達と遊んだのはその人今日の2回だけ。小学2年生の時は帰った後、なんでお前のようなガキごときが大人みたいに夜遊びしてんだ。もう6時だぞ、とお母さんに言われて鼻を8発殴られました。それ以来もう怖くて放課後は毎日家までダッシュで直行してました。だから今日という日が奇跡のようでした。あら、フラン。お母さん。どうして？あ、フランちゃんのお母さんですか？こんばんは。はい、こんばんは。フラン、そろそろ時間だから帰るわよ。てめえ私に嘘ついたの。なんで公園にいたの？ごめんなさい。一回くらい遊んでみたかったの。てめえこっちは毎日仕事や勤家事で寝る間も惜しんでるっていうのに、何が遊んでみたかっただよ。親が遊べねえのに子が遊んでいいわけねえだろ。痛い。お母さん、殴るのだけは本当にやめてよ。うるせえ黙れ。てめえ親に嘘ついて背くゴミクズ野郎に育てた覚えはなかったんだけどな。次私に何か立てつくような真似したら自動回収の業者にお前を売って一生水商売しかできない社会のゴミにしてやるからな。私はな、そっちの人とのコネクションは腐るほど持ってるんだよ。どうしてだろう、お母さんは本当はいい人のはずなんです。死んでったお父さんのせいにしちゃダメだし、勉強だって頑張って、春からは進学校に入学するのに、鬼になった時のお母さんは、私をまるで無価値なクズのような扱いをします。私のお母さんは私のお母さんだから、別の親の元に生まれたかったなんて思ったことない。優しい時のお母さんに付け上がって楽しようとしてるわけじゃない。私は普通の女の子として普通の暮らしがしたいだけなのに、どうしてお母さんに縛り付けられて奴隷のように扱われなきゃいけないの？どうして？私、何か悪いことしたんでしょうか？君は何も悪くないさ。これから罰を受けるのは君のお母さんだ。